Two artists appeared during the Italian Renaissance. Leonardo da Vinci and Michelangelo Buonarroti. However, these two artists left us their works with the same contents. The meaning of the same here means that the contents of the works are the same. Leonardo's works are Leonardo's works. Michelangelo's works are Michelangelo's works. However, the content of the both are the same. In this video, I, Hiroshi Hayashi, will introduce each works and explain how the contents are the same. But the more important thing is next. That is to say that I want everyone to think about why they are the same. The answer seems to be simple. Both Leonardo and Michelangelo were either instructed or given works by another artist on top of them. Either way, Leonardo and Michelangelo were just puppets of another artist on top of them. あのイタリアのルネサンス期に二人の芸術家が現れました。レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・バラノティですが、これら二人の芸術家はそれぞれが内容が同じ作品を残しました。ここで言う同じという意味は作品の内容が同じという意味です。ダ・ヴィンチの作品はダ・ヴィンチの作品です。ミケランジェロの作品はミケランジェロの作品ですが、内容が同じです。この動画の中ではそれぞれの作品を紹介しながらどのように内容が同じかを説明しますが、大切なことはその次です。つまりなぜ同じなのかを皆さんにも考えていただきたいのですが、答えは簡単です。ダ・ヴィンチもミケランジェロもさらにその上にいた別の芸術家によって指導されていたか、あるいは作品を与えられていたのです。どちらであったにせよ、ダ・ヴィンチもミケランジェロもその上にいた別の芸術家の操り人形に過ぎなかったということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。The painting of the Battle of Cascina was commissioned from Michelangelo Buonarroti by Piero Soderini, statement of the Democratic of Florence. It was intended to war the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. The opposite wall was to be decorated by Leonardo da Vinci, who was also commissioned to depict theBattle of Anghiari. The point here is that Leonard was still alive when both Leonardo and Michelangelo was commissioned to depict these two paintings. Today's story starts from here. ダ・ヴィンチがアンギャリの戦い、ミケランジェロがカッシナの戦いのそれぞれの絵を描くように依頼されたとき、ダ・ヴィンチはまだ生きていました。ここが重要です。つまり、今日の謎解きはここから始まります。広志林、浜松シティ、ジャパン。きっかけはこんなコメントが届いたからです。清香文津さんという方からですね、こんなコメントがありました。「
ダ・ヴィンチの葬儀は奇妙なものだったと言われていますということなんですね。弟子を偽装するためのものだったということだったなら納得できますと。で、儀礼的な行為を貧者にさせたことなどなどなどということなんですけども、ダ・ヴィンチの葬儀は謎に包まれています。そこで私の方でも調べてみました。これはディスカバリングフランスという公式のホームページと考えて良いわけですけども、このホームページの中でもその謎について述べています。その最後の部分ですけども、そこにはこうあります。ダ・ヴィンチの骨も見つかったと言われているけれども、それはただ単なるミス、つまり神話に過ぎないというわけです。そして続く一節の中ではですね、ダ・ヴィンチというのは自分の生涯においてあらゆる場所で自分の痕跡を残したけれども、しかし死に関しては何もない、 nothing であると、全く小さな痕跡すらもないと、ということなんですね。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの死については何も分かっていないということです。もう一度最初から動画をご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ここで重要なことはですね、ミケランジェロがカッシナの戦いの絵をコミッションされた時にはですね、ダ・ヴィンチはまだ生きていたということです。で、そこを起点にしてもう一度考え直してみます。レオナルド・ダ・ヴィンチは今からちょうど500年前の1519年の5月2日に67歳で亡くなったことになっています。67歳で5月2日に亡くなっています。この数字に注意してください。そしてこれがミケランジェロ・ブアロノティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その中には775027という数字が隠し込まれていました。この775027をジュイッシュ・ゲマトリアで解読するとキリスト・聖書のカインとなります。 Christ is Biblical Cain と読めるわけです。その752をとってダ・ヴィンチは自分の死亡日としたと私林博士は判断しています。がそれだけではありません。この752という数字に注意してください。67歳の5月2日に亡くなったわけですけども、7そして52と続きます。5と2を足すと7になります。奇数学です。そして77を合わせると77、つまりジュイッシュ・ゲマトリアによれば救世主を意味する数字ということになります。がさらに謎が続きます。その死亡年である1519年に注意してください。1519と数字が並んでいます。そしてこれら4つの数字を足すと16になります。16というのはカバラの奇数学においては大変重要な意味を持つ数字です。16イコール1たす6は7となります。ここでも7が出てきます。例えば曜日が日月火水木金土、1プラス6の奇数学で成り立っているのもその一例ということになりますが、
このように見ていくと、つまりダ・ヴィンチの死亡年月日は計算され尽くしているということになるのではないでしょうか。ということで、続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。
An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word, phrase, or name, usually using all the original letters exactly one by one. For example, the name of Leonardo da Vinci was a concocted name by rearranging the name Andrea del Verrocchio, who was a teacher for Leonardo. 文字を並び替えて別の意味を持つ言葉、句、そして名前を作る遊びをアナグラムと言います。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの名前は師匠であるアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前の文字を並び替えてできたものです。わかりやすく言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前は架空の名前ということになります。広志林、浜松セリー、ジャパン。Here in this video, you see two self-portraits of Leonardo da Vinci. One is a well-known self-portrait of old Leonardo, and another one is a self-portrait of young Leonardo. These two self-portraits are, however, concocted ones. One was created on a very high technology of graphic software,And another one was created after Luca Signorelli with a big nose and thick mustache. I would like to show you these two facts in this video, and these two facts indicate that this is one of the reasons that an artist named Leonardo da Vinci did not exist again.Did not exist in the Renaissance. And more strangely, two these men in two self-portraits are a different person. Take a look at the nose and mouth of these two self-portraits. And nose and mouth are the same, young or old, no matter how much you get old, if he is the same person. The two menIn two self-portraits have different nose and different mouths. This fact indicates that these two men are different person. You be the judge to know these two facts with your own eyes. ダ・ヴィンチのよく知られた肖像画です。2枚残っています。1枚は年老いたダ・ヴィンチ、もう1枚は若い頃のダ・ヴィンチ。年老いたダ・ヴィンチは今でいうコンピューターグラフィックソフトのようなものを使って捏造された自画像です。それをしっかりと皆さん自身の目で確認してください。また若い頃のダ・ヴィンチの自画像はルカ・シノレッリの自画像に大きな鼻とひげをつけて同じく捏造された自画像です。シノレリは当時、ダ・ヴィンチより7歳年上でしたから、その様子も正確に表現されています。目尻のシワ、まぶたの上のたるみなどにそれが正確に表現されています。つまり、ダ・ヴィンチの若い頃の自画像もまた捏造された自画像だということですが、それだけではありません。その若い頃の自画像と年老いた頃の自画像で表現されている二人のダ・ヴィンチは全くの別人です。いくら年をとっても鼻の形や口の形までは変わりません。が、この両者は全く違った鼻の形と口を持っています。つまり、こうしてダ・ヴィンチは存在したという根拠の一つが崩れることになります。言い換えると、ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていなかった。繰り返します。ダ・ヴィンチなる芸術家は
存在すらしていなかったという私林博の説を裏付ける、これが一つの証拠ということになります。判断なさるのはあなた自身です。ここにお見せしているのは現実、つまり事実です。どうか皆さん自身の目でそれを確認し判断してください。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではここまでの部分をもう一度画面を見ながら説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画なるものは2枚あります。まあ、2種類といった方がいいのかもしれません。左が若い頃のレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして右が皆さんご存知の年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチです。で、元々のデータベースがあります。それから右のような図画と言いますか、自画像が作られました。そしてそれをやや加工し、傾きを変えて、この自画像をもとに今私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができました。左の3人の自画像はただ Man、 男として紹介されていますが、しかしこれら4人は全て同じ1人の人物、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、ここでおかしなことが起きます。これら4者、細部の細部に至るまで同じということです。皆さん自身の目で確認してください。こういう時は細かいところを照合しながら同じかどうかということを判断します。特にこの口の表現の仕方、口の周りの傷まで同じだということです。つまり右下のこのダ・ヴィンチの自画像なるものは左の3枚の、まあ、男の絵をですね、加工して作られたものだということになります。で、右上のような図も作られていますけども、やや、まあ、タッチが違いますので、ここでは参考までにしておいてください。ともかくも左上、左の、まあ、その中央の上ですね、それから下の像が、絵が描かれ、そして私たちが知っている右下のダ・ヴィンチの絵が生まれたということです。で、もう一度確認しています。何もない、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。それに髪の毛をくっつけて右の、男の絵ができました。中深くご覧ください。そしてその絵をもとにですね、やや傾きを変えた右の男の顔ができました。そしてこの絵をもとに、まあ、この絵もできて、そして私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像ができたということです。で、この絵の描かれた時期を調べていましたら、なんとですね、中央下のですね、このダ・ヴィンチの絵の後に上の3枚が描かれています。まあ順序があべこべだということですね。まあそれはともかくとして、中央下のダ・ヴィンチの自画像は上の3枚の男の絵をもとにして作られた絵ということになるわけですよね。自画像ということになるわけです。つまり私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像と言われているものはですね、実際にはない、なかったということになるのではないでしょうか。もう一度比べてみてください。左がメンです。そして右が私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像ということになります。特にこの目の付け根のところにあるイボ、あるいはこの口の傷ですね、周りの傷などに注意してください。この部分ですね。つまり左の絵をもとにして右の絵が捏造されたということです。もし本当にダ・ヴィンチの、まあ、自画像なるものがあれば、こんな小細工をする必要はないわけです。まあ、つまりダ・ヴィンチなる、まあ男はですね、存在しなかったという一つの根拠にな、まあ、私はしていますなるわけです。まあ、これが年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。で、もう一つ、もう一枚のってますかね、もう一種類のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像についても検証しています。左がルカ・シノレッリです。生まれた年を調べていますと、ルカ・シノレッリはレオナルド・ダ・ヴィンチより7歳年上だということが分かりました。で、この両者は鼻と、まあ、ヒゲを除いて全く同じということですね。やはり同じように精査してみてください。で、話をこの先につなげます。左がルカ・シノレッリです。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。この2人は全く同じ人物だということです。
Anagram is a kind of a game of a word used with a singular verb in which the players build words by transposing and often adding letters. In usual case, it is a game of phrase or sentence being formed from another by rearranging its letters. For example, angel, A-N-G-E-L, is an anagram of green, G-L-E-A-N. Then, I, Hiroshi Hayashi, have discovered that the name of Leonard was created by rearranging the name after another great artist in the Renaissance, Donatello, and Leonardo da Vinci was also created by rearranging the name after Andrea del Verrocchio, the teacher of Leonardo in his days. This fact indicates that the name of Leonardo da Vinci was concocted after Donatello and Andrea del Verrocchio as a game of word by rearranging these two names for fun. This is another evidence that indicates that the artist named Leonardo da Vinci did not even exist. Again, Leonardo da Vinci did not even exist or a concocted artist in the Renaissance. Here in this video, you see the fact. 皆さんはアナグラムというのをご存知ですか？言うなれば言葉の遊び、あるいはゲームのようなものです。つまり一つの名前や言葉の文字を並び替えて別の名前や言葉を作るゲームのことを言います。欧米では広く使われている言葉のゲームです。例えば、林博士を並び替えると、橋は白や、と。ちょっと厳しいかなというところですが、あのレオナルド・ダ・ヴィンチという名前もまたそのアナグラムによって捏造された名前でした。ルネサンスの時代にもう一人のダ・ヴィンチと評価されていたドナッテロ、そしてダ・ヴィンチの師匠と位置づけられていたアンドレア・デル・ヴェロッキオ、そのドナッテロとアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前をアナグラムによって捏造された名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまりアナグラムという言葉のゲームによってできた名前ということになります。言い換えると、そもそもレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家は存在すらしていなかったという、これもまたその暴走の一つということになります。繰り返します。そもそもレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家は存在すらしていなかったという、これもまたその暴走の一つということになります。広志林、浜松市ジャパン。ではもう一度画面を見ながら最初から説明します。アナグラムというのは要するに言葉の遊びということですね。欧米ではスクラブルというゲームもあります。文字を並べてですね、文字といいますかアルファベットを並べて意味のある言葉を作るゲームです。そのゲームの一つとして、例えばね、アンドレア・デル・ヴェロッキオ、上がアンドレア・デル・ヴェロッキオです。その文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。アンドレア・デル・ヴェロッキオというのはレオナルド・ダ・ヴィンチの先生と言われています。まあレオナルド・ダ・ヴィンチは最初はアンドレア・デル・ヴェロッキオの下で絵を習ったと言われています。そのアンドレア・デル・ヴェロッキオ、上の名前ですね、の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということです。右から3文字目の H だけを除いてあとは同じです。偶然の1とはとても考えられません。
で上がアンドレア・デル・ベロッキオです。下の緑がダ・ヴィンチです。そしてそのベロッキオとダ・ヴィンチの合作がこのイエスの洗礼と言われている絵です。まあ、それはともかくも、では誰の方がどちらの方が先に生まれていたか、つまりボスかということになりますと、アンドレア・デル・ベロッキオの後にルカ・シニョリリが生まれ、そしてその後にレオナルド・ダ・ヴィンチが生まれているのがわかります。つまりこの3人の中では一応アンドレア・デル・ベロッキオが一番の親分ということになるわけです。そのアンドレア・デル・ベロッキオの描いた絵がこのセント・ジェロームの絵です。これは絵というよりも写真です。そして同じセント・ジェロームをダ・ヴィンチも描いています。これはこの絵はですね、汗腺まで汗の穴まで丁寧に描かれています。左がベロッキオの作品、右がダ・ヴィンチの作品ということになります。この両者は細部に至るまで同じということですね。やや傾きが違いますが、注意深く比較してみてください。まあ元々の師匠、つまり1500年後のイエスがこの上にいるわけですから、まあベロッキオの描いた絵もダ・ヴィンチの描いた絵も同じになったと言われとしてもですね、何らおかしくないということになるのではないでしょうか。まあ、ともかくもここで大切なことはですね、アンドレア・デル・ベロッキオという名前の文字を入れ替えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチだということです。このように文字がまあ 90% 一致するということは、まあ、確率論的にもありえないことだということです。繰り返しになりますけども、アンドレア・デル・ベロッキオをですね、アナグラムによって、まあ、文字を並び替えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけです。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家はそもそも捏造された芸術家だという、まあ、一つのこれも妄想になるということです。今ご覧いただいているのがペーター像です。ミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われてますけど、この腕に注意してください。向かって左側のイエスの右腕に注意してください。ボコボコと人間にはないようなコブが表現されています。では話を元に戻します。今ご覧いただいている画像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームと、アンドレア・デル・ベロッキオなる画家が描いたとされるセント・ジェロームが全く同じであるということ、さらにミケランジェロなる芸術家が彫刻したと言われているペーター像の中に描かれているイエスの向かって左側右腕と同じくミケランジェロなる画家がその原画を描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に描かれている右下の男の腕と同じということです。つまりペーター像の彫刻の中に表現されているのがイエス・キリストということになっていますから、カッシナの戦いの絵の中に描かれている右下の男もイエス・キリストということになります。それをこの今ご覧いただいている動画の中で証明していますが、それだけではありません。さらに今ご覧いただいている右側の人物は、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる男です。そしてその男とカッシナの絵の戦いの絵の中に描かれている右下の男とは顔が一致します。こうしてイエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリストとつながっていきます。一番左もイエス・キリストということになります。真ん中もイエス・キリストということになります。そして右側もイエス・キリストということになりますが、これは今日のポイントではありません。おまけです。話を元に戻します。アンドレア・デル・ベロッキオの名前をアナグラム、つまり言葉の遊びによってできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、さらに謎が続きます。それがドナッテロです。ルネサンスの時代にはもう一人のダ・ヴィンチと評価された芸術家がドナッテロです。これがドナッテロのいわゆる自画像ということになります。そのドナッテロの名前を
アナグラムによって入れ替えた名前がレオナルドということになります。で、ついでですけども、ドナッテロはこのような彫刻を残しています。預言者ということになっていますが、左の人物にはヒゲがありません。つまりカインですが、しかし右の人物にはヒゲがあります。このヒゲのある人物がいわゆる替え玉のイエス・キリストということになります。処刑されたイエス・キリストです。左がカインです。罰として誰にも分かるサインをつけられました。誰にでも分かるサイン、つまりヒゲのない人物ということになります。まあ、同じようなことをですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが、まあ、自分の描いた絵の中でそれを表現しています。ダ・ヴィンチもミケランジェロもそしてドナッテロもですね、ヒゲのある人物とヒゲのない人物を表現し分けています。ヒゲのないのが本物のイエス、ヒゲのある人物がいわゆる替え玉、処刑された替え玉のイエスということになります。上がドナッテロの作品です。それと全く同じコンセプトでレオナルド・ダ・ヴィンチも絵を描き残しています。下にその絵を紹介します。左から髪の毛のない男、それに髪の毛をつけたのがその右、そして傾きをやや変えて、その絵から私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、芸術家の肖像画が捏造されました。上のコンセプトと下のコンセプトが一致している点に注意してください。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチのこの肖像画は捏造された肖像画ということになります。そして上がドナッテロです。下がレオナルドです。上の文字、言葉を、音をですね、バーバルをですね、入れ替えてできたのが下の名前ということになります。注意深くご覧ください。ドナテロ・レオナルドとなります。つまりレオナルドという名前はドナテロという名前のアナグラムによってできた名前ということになります。1500年後のイエスはですね、このような形で私たちにメッセージを残しました。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていなかったというメッセージです。もう一度、上のアンドレア・デル・ベロッキオと下のレオナルド・ダ・ヴィンチを見比べてみてください。アンドレア・デル・ベロッキオをアナグラムによって作り変えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。偶然の一致ではありえない一致ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前すらも捏造された名前ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すら知れなかったという、これも一つの大きな妄想ということになります。 Bye for now。In the painting of the Battle of Cascina, the original copy of which is said to be sketched by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance, there hid a secret number of 775027. The number of 775027 can be read in Jewish Gematria, meaning 77.Stands for Christ, 50 for Biblical, and 27 for King in the Old Testament. When Michelangelo finished the sketch in 1504, again 1504, Leonardo was still alive, being commissioned together with Michelangelo Buonarroti for the Battle of Anghiari.This is a very important part of this video to say that Leonardo was still alive in 1504. And then we also know that Leonardo da Vinci passed away on May the 7th or 7th day of the 5th month of the year at the age of 67.
This indicates that his death date was concocted in advance before he died on the second day of the fifth month at the age of 67 according to the number of 775027 in the Battle of Kashina. Is this just a coincidence or calculated in advance? Or was his death date was also concocted in advance to his real death corresponding to the number of 775027? You be the judge. ミケランジェロ・ブラノーティが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に775027という数字が隠し込まれていました。この数字をユダヤのゲマトリア、つまり暗号で読み解くとキリスト聖書のカインとなります。おそらくミケランジェロ自身もこの絵を描かせられながらこの数字には気がついていなかったものと思われます。その証拠に私林博士がそうした数字を発見するまでこの500年間誰もそれに気がつかなかったことが挙げられます。それはともかくもこの775027の数字の中からダヴィンチなる芸術家は752という数字を抜き出しあらかじめ自分の死亡日としたと私林博士は判断しています。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっていますが、これはただ単なる偶然なのでしょうか、それとも計算された死亡日なのでしょうか、それともただ単なる偶然と片付けてしまっても良いものなのでしょうか。ミケランジェロがこのカッシナの戦いを描いたのは1504年、この時まだダヴィンチは生きていて同時にあのアンギャリの戦いの絵を描き残しています。ここが重要です。まだその時ダヴィンチは生きていました。言い換えるとダヴィンチは自分の死亡日をあらかじめ決めていたということになる。つまりダヴィンチはその日には死んでいなかったことになるのです。つまりダヴィンチの死亡日はあらかじめ決められていた、イコール彼の死亡日も捏造されていたということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から今度は画面を見ながら説明します。ダヴィンチの死亡日はあらかじめ予定されていた、つまりダヴィンチの死亡日もですね、捏造された死亡日であったということです。これはミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。この絵の中には775027という数字が一文字、つまり隠し文字の形で隠されていました。by 林博士発見です。そして77は Christ、 50は Biblical、 そして27は権威という意味です。11種ゲマトリアによる暗号です。つまりキリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。ゲマトリアというのはですね、つまりは暗号のようなものと考えていただいて結構です。もう一度繰り返します。77は Christ、 キリストです。50は Biblical、 そして27は権威、つまりカインという意味です。ですから775027をつなげますとキリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。それはともかくもこのカッシナの戦いの絵の中に仕込まれていた数字775027の中から752を抜き出してダヴィンチは自分の死亡日としたということです。これは偶然ではありえないということですね。つまりダヴィンチは
67歳の5月2日には死んではいなかったということになります。なおこのカシナの戦いが描かれた時にはですね、まだダヴィンチは生きていました。カシナの戦いをコミッションされた時にはですね、同時にダヴィンチはアンギャリの戦いの絵をコミッションされています。つまり描くのを依頼されています。ということは、繰り返しになりますけども、ダヴィンチは67歳の5月2日には死んでいないということになります。つまり繰り返しになりますけども、ダヴィンチはこのミケランジェロの描いたカッシナの戦いの絵の中から752という数字を描いて、あらかじめ自分の死亡日としたということになります。言い換えると、ダヴィンチはその日には死んでいないということになるのではないでしょうか。まあ、このような形でですね、1500年後のイエスは私たちに、まあ、未来の私たちにですね、メッセージを残したということになります。まあ、一般にはですね、ダヴィンチは1519年の5月2日に亡くなったということになっていますが、その死亡日もですね、あらかじめ予定されていた、イコール捏造された死亡日であったということになります。まあ、このように考えていくとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、芸術家が存在したという証拠がすべてなくなってしまったということになります。名前も捏造されていた、自画像も捏造されていたということになるわけです。もし本当に存在したのであれば、自画像を捏造する必要もないし、名前も捏造する必要はないし、そして死亡日も捏造する必要はないということです。裏を返していると言うとですね、ダヴィンチなる、まあ、芸術家は存在しなかったということになるわけです。もう一度ここで確認しておいてください。レオナルド・ダヴィンチは67歳の5月、つまり 5番目の月の2日に亡くなっています。その752の数字はミケランジェロの描いたカッシナの戦いの絵の中の数字を抜き出したということになります。では話を戻します。今皆さんにご覧いただいているのがミケランジェロ・ボロノティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この絵の中に775027という数字が隠し込まれていました。でその数字を11種ゲマトリアで読み解くと、キリスト聖書のカインとなります。これがその絵です。そして右下に描かれているこの人物こそが1500年後のイエス自身ということになります。頭には花冠をつけています。そして足の皮をベローッと剥いでいます。これがカシナの戦いです。この絵の中には数字が隠し込まれていました。そしてその775027の中から752という数字を抜き出して、レオナルド・ダ・ヴィンチが自分の死亡日をあらかじめ決めたということになります。繰り返しになりますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。そして同時に77はキリスト、527を足しますとやはり14、イコール7+7、つまり77のキリストを表すゲマトリアということになります。つまりこのような形でキリストイコールケイン、カインですね、カイン77ということを表しているということになります。で今ご覧いただいているのが、ここに描かれているのはすべて一人の神、すなわちイエス・キリストであることを示しています。これが今から私は2000年前のイエス・キリスト自身の、つまり本物のイエス・キリスト自身の自画像であると判断しています。その人物と同じ人物がこの右下のここに描かれています。
この人物の顔に注意してください。そしてこのレプタリアン族の群像の中の蝶であるという証拠に、この男性男は頭に花冠をつけています。左がミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中の人物、右がこれはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵です。この両者は全く同じです。絵の角度も同じです。つまりこれらの絵は共に1500年後のイエス自身によって描かれた絵ということになります。つまりミケランジェロもダ・ヴィンチも結局は1500年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。もう一度別の絵で比較しています。左がカッシナの戦いの絵の中のその人物です。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチの画家が描いたとされるその人物です。左右を注意深く比較してみてください。顔というのは違いがないという点で同じ顔と判断します。つまりこの両者には違いがありません。つまり左がイエス・キリスト、右もイエス・キリストということになります。そしてこの左の人物と同じ人物のですね、同じ腕を持った人物をあのミケランジェロがですね、ピエター像の中で表現しています。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中の蝶であることを示しています。足の皮をベローッと剥いでいます。靴下を履いているのではありません。足の皮をベローッと剥いでいます。これが一文字です。 LOVE LOVE ですね、まあ、こういう形で同じようにこのカッシナの絵の中に7502という数字を書き込みました。左右に77という数字が隠し込まれていますが、この7502をという数字を抜き出して、レオナルド・ダ・ヴィンチはあらかじめ自分の死亡日としたということになります。繰り返しになりますけども、ミケランジェロ・ブラノティがこの絵を描いた時にはまだダ・ヴィンチは生きていました。つまりダ・ヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにしたわけです。7、そして502を足すとやはり7になります。77イコールキリストということになります。Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance, and Leonardo did not even exist. His self-portraits were also concocted after Luca Signorelli and a 3D printing technology, and even his name might have been concocted after Andrea del Verrocchio.
Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years, and that is why Leonard could leave his so-called masterpieces, such as maps of Imola and Florence, as well as Mona Lisa. Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years. Here, I can show you the evidence to prove this fact.ダヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。言うなれば、1500年後のイエスのただの操り人形。2枚の肖像画が残っていますが、1枚はルカ・シノレリの顔に大きな鼻と髭をつけたもの。もう1枚は 3D プリンティングテクノロジーを使って作られた捏造画像。名前もベロッキオの名前の文字を入れ替えてできた可能性があります。ダヴィンチの作品、例えば、イモラの地図、フロレンスの地図、それにモナリザなどは人間には描けるはずもないものばかりです。つまり、これらの作品を描いたのは、1500年後のイエス。1500年後のイエスでした。ここにその証拠と証明をお見せいたします。広し林、浜松 City, Japan. この動画は、言うなれば、総合ダイジェスト版ということになります。私がダヴィンチを疑い始めたのは、このイモラの地図からです。現在3枚の地図が公表されていますけども、まあ、どれがどれということは重要ではありません。どれも、イモラの街、かなり上空から見て描かないと描けない地図だということです。あるいは写真で撮って、その写真をもとにして作らないと作れない地図だということです。まあ、それをこの動画の中、ナンバー960で説明しました。そして一番下の地図などはですね、影まで描かれています。そして道の上に置かれた馬車まで描かれています。向かって一番右の地図ですね。これがイモラの地図だということです。で、これに対して、イモラの街の中心部にあります塔から、まあ、下を見てですね、このような地図を作ったというふうに説明してくださった外国の方もいらっしゃいます。が、本当にそうでしょうか。高い塔から下を見てですね、地図が描けるものなのでしょうか。道路は、家々の影に隠れて見えないはずです。で、今ここで皆さんにお見せしているのは3枚の地図の比較です。で、例えば塀などがありますね。そうした塀の影なども、まあ、書かれているということですね。そして、建物の間に隠れている家の歪んだ角度まで同じだということです。あるいは、家の中の庭まで書かれているという点です。他にもダヴィンチはいろいろな地図を書き残しています。この後紹介しますフィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図などもその中の一枚ですけども、まあ人間には書けるはずもない地図だということです。まあこうした地図が残っているわけですね。で、右の方が実際の写真です。で、色を落としてみますと、山の、なんて言いますかね、表現の仕方、平野部の表現の仕方も同じだということです。で、これがイモラの、現在のイモラの地図です。で、私もこうして真似て作ってみたんですけどもね、下がダヴィンチが500年前に描いた地図です。道などは当時と比べてですね、現在は直線的になっているようですね。で、こう比較してみますと、細かいって言いますか、路地などは昔のままだということです。で、ここに点々がありますね、下の方にね。これは馬車かと思われます。そうしたものまで、下の、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチの書いたイモラの地図には、
書いてあるということです。で、この辺が、まあ、空き地になっているのはおそらく、火事か何かで木が、まあ、家がなくなったか、そして木も表現されてますね。そしてこの建物の間の中のこの建物、やや歪んでますね。平行じゃありませんね。こうしたところも正確に描いてあるということです。で、この部分を外から見ても見えないということです。なあち、ダ・ヴィンチは人間には描けるはずもない地図を描いていたということになります。もう一枚の地図を紹介します。フィレンツェ、つまり現在のフロレンスの地図です。で、これがダ・ヴィンチの描いた地図です。これが実際の写真です。で、両者を比べてみますと、同じだということですね。そしてこの川が分かれているところありますね。それを線で繋いでみました。正確にそれが表現してあるということです。そして色を落としてみますと、先ほど見えましたように、山と平野部が正確に描かれているのがわかります。上がダ・ヴィンチの描いた地図です。下が実際の写真です。高度2、300キロないと、このようには見えないということですね。で、ダ・ヴィンチの描いた地図はですね、真上から見て描いた地図ではなくて、斜め、上方から見て描いた地図だということです。で、当時は交通事情も悪かったのでしょうけども、こうした地図が残っているということです。つまり人間には描けるはずもない地図だということです。モナリザについても同じようなことが言えます。まあ、地図をマクロの作品とするならば、モナリザはミクロの作品ということになります。アイルワースのモナリザです。で、当初この両者を比べているときに、それに気がつきました。ほんのわずかだけ動きがありますね。頭の髪の毛の分かれ際を見ていただきますと角度がやや違います。そして、あとは全く同じだということですね。まあそうした部分から、まあ私はですね、これらが写真技術を使って作られた絵であるというふうに判断しました。上は板の上に描かれています。下はキャンバスの上に描かれています。ですから、風合いがやや違いますが、同じだということです。で、モナリザの特に襟の部分ですね。その襟の部分には1ミリの半分。1ミリの半分ですよ。0.5 ミリ、もしくは 0.3 ミリの線が書かれています。そしてその線は複雑に交差し、そしてその線には影まで付けられています。筆で書いたのではなくて、細かい筆で、点点点点点と点をつけて書いたと言われています。つまり現在の私たちが使っているプリンター方式だということですね。で、皆さんも一度してみてください。1ミリの半分のラインで交差して、そしてそれに影までつけることができるかと、私は何度もやってみましたが、ほんの一部でも私にはできませんでした。というようなことから、このモナリザは人間によって、少なくとも筆のようなものを使って描かれたものでないと判断しました。左がモナリザです。右がアイルワースのモナリザです。明暗を書いてあるだけで全く同じなんですね。すなわち、右の方は明度を上げたために、まあ、細かい細い線が消えています。が、よく見ると同じだということですね。まあ、下に私の顔って言いますか、イラストを並べておきましたけども、左の写真の明度を落としたのが、右のアイルワースのモナリザだということです。まあ、そこに気がついたときに、私はこれらの絵はですね、人間の手によって描かれたものではないと判断しました。この襟の部分ですね。で、この上のモナリザの方ですね、は、今も言いましたように、1ミリの半分、あるいは3分の1の
太さのラインで描かれています。この部分なんかはもう 0.3 ミリないと思いますよ。そしてよく見ていただくとわかりますように線が交差してますね。そしてその線を拡大してみますと、なんとその線には陰影までつけてあるということです。まあ、モナリザって言いますと大きな絵のように思っていらっしゃる方も多いかと思いますけども、小さな絵なんですね。私もこんなに小さい絵だとは思っていませんでした。で、このラインの大きさを知るために、こうして分割していって、太さを計算してみました。そうした作業も、1526の方でしてみました。このラインですね。で、この黄色い枠が 1.5×1.5 ミリですよ。センチではなくてミリですよ。そしてその幅は、太く見ても 0.5 ミリ、あるいは 0.3 ミリかもしれません。ともかくもそんな幅の線で、こうした絵が描かれているということです。そしてですね、大変よく似てるとはいえ、よく見ると、ギリシャ彫刻って、私が発見したように、ほんのわずかだけ動きがあるのですね。この部分にそれが現れています。つまり、やや時間差を置いてデータを取られているということです。ここまで似せて作られていながら、書かれていながら、しかし動きがあるということですね。で、やはり同じように念のためにこう調べてみました。今の線の太さが 0.5 ミリです。で、まあ、0.5 ミリないかもしれませんね。これ、黄色いのが 1.5×1.5 ミリですからね。さらに下の細い線はもっと細いですからね。で、0.3 ミリという数字が出てきました。そしてここを見てください。0.3 ミリの線でですね、その線が交差し、そして陰影までつけてあります。つまり、書けるか書けないかということは、あなた自身の問題として考えていただければ、その答えが出てくるのではないでしょうか。ただ、モナリザと右のアイルワースのモナリザとでは、やや模様が違うようです。明度を上げて、アイルワースのモナリザを作ったということになります。